玉木歌子は日本の映画女優である。牧野肖像への坂東妻三郎推挙の陰にこの人あり、番妻を妻ちゃんと呼べる女優は勘を置いて他にいない。無生時代にキャリアの始まる大物女優として知られる。本名は青木一時玉木悦子を名乗る。1901年10月28日、北海道庁函館区に生まれる。 1918年、北海道町立函館高等女学校を卒業して上京、浅草オペラの朝日歌劇団に入団、浅草公園6区の駒形型劇場で初舞台を踏んだ。1921年7月、国際活営審判の田村宇一郎監督作品のロケーションにエキストラ出演したところ、田村に認められ、同社の菅も撮影所に入社した。ここから、 玉9択を名乗る。同年9月17日公開の秩父嵐でスクリーンデビューを果たす。二枚目、俳優カツラギ一の相手役を務め、1923年4月、京都に設立された、牧野正像の牧野映画製作所に引き抜かれる。この時の仲間に、大部屋時代のバンドをつまさぶろうがいた。はじめは、現代劇女優であったが、 マキノ自らの監督作、加賀の若殿で初の時代劇女優となる。従来マキノでは女役は小山の花屋に志向が務めていた。この時カはマキノのトップ女優であった。またこの頃、月人に後の俳優の杉教授がいた。坂東つまさぶろう第一回主演作品、先決の手形前後編でも大役をこなすが、本作に坂東を推したのは、 脚本のすすきた六平のみならず、関の推薦も大きかった。坂東は本作で一役スターとなる。1924年、映画女優の人気投票で62,674票という記録的な数値で1位を獲得している。同年6月の牧野と東亜キネマの合併で、現代劇の東亜キネマ公用撮影所に移籍する。翌百二十五年三月、 東亜を退社した坂東に同行し、坂東妻まさぶろプロダクションに入社、鈴木きた脚本、二川文太郎監督の傑作、おろちに、坂東を演じるクリフ・ヘイサブローの破滅の原因となる、女を演じる。同作きりで退社、河野翔一と結婚する。24歳であった。1926年9月、牧のプロダクションに復帰、小室撮影所に入社、玉木悦子を名乗った。 日活、東亜キネマとの共作、吉川英治原作のナルトヒチでは、日活の酒井米子、東亜の原小真子と同役を競った。1928年7月に、玉木歌子に名を戻し、同年9月、河合プロダクションに移籍、時代劇、現代劇に多く出演する。翌1929年6月に、河合を退社、休養期間を経て、 1930年5月、松竹下鴨撮影所に入社、後の1932年に一度引退している。引退から3年後の1935年8月、33歳の頃に日活京都撮影所に入社して復活する。1941年の稲垣博監督作品、江戸最後の日で、久々に坂東の勝海舟とその妻として共演することとなり、 スタジオに入るなり、当時大スターのバンドに、妻ちゃん、しばらくと言い放ち、スタッフ一同を驚かせたという、大女優であった。戦後も、40代で、牧野正宏の CAC 作品、50代でも、日活の濃ヒ秀オプロデュース作品に出演した。テレビドラマの出演はなかった。1983年9月5日に死去。81歳没。晩年は、 東京の葛飾区お花茶屋の駅ほど近くに住んでいた。身長高尺二寸、体重12巻、つらりとした、当時としては、長身の美人女優であった。ありがとうございます。